今月15日を前に各地の神社やお寺では一足早く七五三参りをする家族連れの姿が見られます。福島市飯坂町にある中野不動尊です。3連休の中日で縁起がいいとされる大安とあって、朝から多くの親子が訪れ、子どもの健やかな成長を願って七五三の祈祷を受けています。中野不動尊では今月23日までに祈祷を申し込んだ子どもには着物の着付けや写真の無料撮影を行っています。自分のこの格好を見てどう思いました？教えてください。健康で元気にすくすく育ってほしいなと思います。中野不動尊では例年350組ほどが七五三の祈祷に訪れるということです。